青番周回2センターから4コーナーに向かいます。このレースは各選手の位置取りがすんなりと決まりました。自らスタートを取って2番車の藤原、そして2番手追い上げていって5番の星野、松井が車をその時に1車下げての3番手、その松井が現在3番手で前と少し車間を切っております。松井の後ろには3番の比嘉がいて、4番の大谷が最後方です。ここは5車立て、ジャン前2コーナーからバックストレッチです。このレースは1番車の松井、そして2番車の藤原、人気分け合っておりますが、僅差で1番の松井が1番人気に支持されました。金が入って3コーナーから4コーナースローペース、3番手1番の松井優香出るタイミングを伺いますが、何度も正攻法後ろ振り返っている藤原なんですが、仕掛けていったのが1番車の松井です。松井がホーム一気にかましてまいりました。この後ろには比嘉が続いている。残りは1周回です。さあただこのインコースで2番車の藤原もこの位置は譲れませんでしょうか。2番手3番手が並走の形になりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、逃げる1番の松井、そしてこの人、おっと2番の藤原、そして5番の星野と転倒落車のアクシデント、走っているのは現在3名のみです。1番の松井が先頭、2番手には3番の比嘉、さあゴール前勝負となってくるか。松井先頭で五輪、2着には3番の比嘉、3着で4番の大谷アンナ。ご覧いただいておりますように、転倒落車から2選手それぞれ最上いたしました。藤原と星野、最後どうでしょう。ここは藤原並んでゴールという形になりました。